こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。最終追い切りの評価を一週前追い切りも踏まえながら、フットワークや動きの良さから感じたことを解説していきたいと思いますので、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。また、えブログでも一週前追い切り評価や動画で取り上げきれなかった重症の状況評価を公開することもありますので、よかったらブログもご確認ください。 ツイッターでは重症パドックでよく見えた馬を呟いていたり、レースリプレイで感じたことや、開催当日の馬場傾向なども随時呟いておりますので、よかったらツイッターもフォローしていただけたら嬉しいです。それでは最終追い切り評価1頭ずつ見ていきましょう。 それでは日本ナービーの最小疫り水曜日疫りを見た時点での評価内容というのをブログにアップしましたのでそちらの方をおさらいという形でこちらで注目していきたいと思います。まずはね最初アスクビクビター・モアなんですけども、 まあこの馬、えー、先週も、ね、非常に良い,い動きを見せていたんですが、えー、最初追い切りも軽めながらもですね、えー、日本の南ウッドで非常にリズミカルな良い,い動きを発揮していました。まあえー、最初追い切りということでですね、まあ、強く追うことはなかったんですけども、まあ、強く追わずともかなりいいスピード感のある良い,い動きというのを見せていて、まあ、状態としては、えー、原点材料を感じさせないような非常に、ね、馬体の張りも良い,い動きを見せています。まあ、若干ね、ちょっと、えー、トモのあたりが まあギリギリかなという風に感じさせるような部分はあるんですけどもまあいい意味でねこれはギリギリ仕上がっているんじゃないかなという風うに感じています続いてイクイノックスですサツキショウゴなんですけどもまぁ、あ、一周前追い切りもね、えー、ジュハロの眺めからしっかりと追われたんですがまあえ強く追うことはなく まあえー、状態をキープするような感じの追い切りでしたで、まあ、最初追い切りも同じような形で、えー、軽めではあったんですが、えー、いい形で最後までスピードを保つような動きができていて、まあえー、前走のね、えー、休み明け一度使われた上積みというところでも、 プラスになってくると思いまバタイゾ像が続いてはいますけども十分身になっているような感じがありますので、まあ、軽めで、ね、これだけ十分に動けていれば皐月症以上の動きというのは十分に期待できる仕上がりになっているんじゃないかなというふうに感じました。 おにゃんこぽんです。まあ、先週がですね、まあ、さすがにね、これダービーということでね、調教の良い,い馬多いんですけども、先週の時点で結構ね、良い,い動きを見せていて、これはっていうふうに思うぐらいの良、えー、い,い動きの良さを見せていました。で、まあ、最初一切りはね、3と合わせの真ん中で、まあ、少しセーブ気味ではあるんですけども、それでもね、こう仕掛けたら一気に伸びていきそうなぐらいの動きの良さというのを見せているので、まあ、この馬は、ま、あつき賞もしっかり動きました けども、状態としてはねかなりいい状態に上がってきてるんじゃないかなということで、高めに評価しておきたいなというふうに感じる一頭です。キラー・アビリティです。薩摩将後もコンスタントに乗り込まれていい形で負荷がずっとかかり続けてるような状態で動きとしても非常に軽快さを見せています。でまあ最終追い切りも外回しながらいい形でですねスピードに乗せていくと後半は平相場をね追いかけるような形でしっかりと最後まで 負荷ををかけるような動きき見せていきました、まあ輸送前でねこれだけ負荷をかけるような調整ができていて、まあ、動きとしてもね軽快さが戻ってきているような感じではありますのでこの馬としては休み明けを一度使われた上積みというのがいい方に出てくるんじゃないかなというふうに感じさせるだけの内容を見せました抽選対象となっているコマンドラインですシェアリステークスにも登録しているのでまあいずれにしてもそちらでも注目になるとは思うんですが。 まあこの馬としては先週から非常に良い,い動き見せていますし、最初追い切りもとても良い,い動きを見せています。で、サウジアラビアロイヤルカップの時なんかも軽めでね、スッと反応するような良い,い動きを見せていて、その時の状態にとても近い 最終追い切りの動きを見せていますので金層、まあ、ねちょっとホープフルステークス毎日杯と盆走が続いた、まあ、結果としては盆走続きになってはいるんですけどもただ状態としては明らかにこの上がってきたんじゃないかなというふうに感じさせる部分がありますので、まあ、どちらにね出走するにしてもこの状態の良さというのでは注意しておきたいなというふうに思います。 サツキショーはのジオグリフです、まあ、先週ねかなりいいスピード感のある負荷のかかった動きを見せていて最終切りとしては比較的、まあ、スピードを確認する程度の軽めの動きではあったんですけども、まあ、それにしてもですね皐月賞前の調教内容なんかに比べると、まあ、その当時の、えー、残したね、えー、調教の評価のコメントとしてはもう1段階か2段階ぐらい状態が上がってきそうというような。 え、評価をしており、まあ、ただね、えー、皐月賞の直前追い切るの時も、えー、一生前追い切るよりも急上昇というような形で、 え、高く評価をしていた、え、馬なんですけども、さらにね、その皐月賞よりも、今これ状態としては非常にいい形で上がってきているように感じるだけの、まあ余裕のある動きを見せていますので、まあこれは、この馬としてはですね、え、皐月賞、まあそれ以上のね、え、パフォーマンスでのレースぶり、力を発揮できるというような状態にはしなが、仕上がっているんじゃないかなというふうに感じました。 皐月賞9着だったジャスティン・パレスですけども、まあえー、最終追い切りはです、ね、サンとアースの中央で少しセーブしながらの調整ではありましたが先週、かなりね、えー、強めに負荷か,かけてスピードに乗っていい動きを見せていましたので、まあ、その分でもうすでに仕上がっており、まあ、最終追い切りとしてはその、えー、いい状態をキープするというような、えー、内容だったと思います。 まあ軽めではあるんですけども、非常にスピード感のある動きというのを3と合わせの中央で見せていて、状態としてはですね、まあ前走以上のいい形でも出走はできるんじゃないかなというふうに思います。まあ前走ね、ホープルステークスからの休み明け初戦ではありましたので、まあ一度使われた上積みという点でも非常に魅力を感じる、それぐらいの状態の良さを感じます。 賞7着だったジャスティン・ロックなんですけども、まあ、この馬はですね最小位切り時計としては結構平凡な時計に感じてしまうところはあるかもしれませんけども、えー、14日と、ね、21日のえ土曜日にですねどちらもいい形で負荷かけて。 まあしっかりとした時計も出しているような感じではありますので、まあ、そういったことを考えても最小域でね軽めでもこういった形での土曜日にしっかりと覆って、えー、直前では軽めに調整するというような、まあ、そういった形のリズムができている馬だと思いますので、まあ、そういう点ではですね最小域だけではあまり高く評価はしづらいところはあるんですけどもただこういう形のねリズムよく、えー、こういうリズムを作って出走してくるタイプだと思いますので、まあ、単純に最小 最終追い切りだけでの、えー、軽視というのは危険じゃないかなというふうに感じますサツキ賞4着だったダノンベルーガですがとにかくこの馬は一周前追い切りの動きというのがとても迫力のあるスピード感のあるまあ、そしてねいい形で負荷をかかった調整内容でしたまあ、とてもねまあ、目立つ内容だった一週前追い切りですでまあ最終追い切りに関してはちょっと先行しながら 少しね軽めではあったんですけどもそれでもね最後までいいスピードをずっと保っていくような形が取れていてまあ先週、いい形で負荷をかけたのでその状態からいい形でそれをねキープするようなそういった動きに見えますからまあ状態としてはこの馬のねいい状態というのはとても先週の段階から目立ったなというふうに感じましたまあ正直、この1位にするか2位にするか評価として悩んだぐらいの状態の良さです。 ダート2連勝から若葉ステークスを勝ったディシエルトです。まぁ、あ、サツキ賞はね、えー、逃げずに16着と敗退してしまったんですけども、一周前追い切りから非常に力強いパワフルなフットワークの大きさというのが目立つような状況を見せていました。まあ、最初追い切りも同じような形でね、馬体の張りの良さとスピード感というのは非常に見せていて、 まあ、広い東京コースというのは、えー、向くんじゃないかなというふうに感じるようなこうパワフルな動き、えー、というのを、えー、今回も見せてきましたので、まあ、状態としては、まあ、限りなく A, A 評価に近い状態。ちょっとね かなりね調教評価いい馬が多いので A ばっかりになってしまいますからその分でちょっと割り引いたというか評価をこの A にしなかったというぐらいの、まあ、そういったぐらいの感じなので、まあ、限りなく、ね、A 評価に近いぐらいのいいどうどうこの調教内容に見せていますのでちょっと注目しておいてもいいかなというふうには思っています。 サツキショでで着したドデュースです最終追い切りはポリトラックでの調整ではあったんですけども、これあの、さつき賞の時と同じで、まあ、朝日杯の時もね、同じような形で、一周前でしっかりと負荷をかけて、スピード感のある動きを見せたところで、最終追い切りは、 え、ポリトラックで、そこでね、リズムよくスピードというのを確認するような内容で、ある程度こういった形で結果を出していますので、まあその時と同じような動きというのを見せています。まあ一周前追い切りの動きも全然疲れを見せないような形で負荷がかかっていて、スピード感のあるいい動きをできていますので、まあこれまでね、結果を出している、そういった た形での、えー、調整内容というところができて、えー、なおかつ動きの良さというのも目立ったというところでは、まあ、前走同様高く評価しておきたいなというふうに思いましたサツキシでは11着と破れてしまったビアストニシドですまあ、この馬はこれまでもね半路では少しフラフラとして で幼い場面を見せていて今回最終追い切りでも同じような形で若干幼さというのは見せてしまいましたけどもただこれもね結果を出したスプリングステークスの時の直前追い切りと同じような感じではありますので、まあ、この馬としてはこういったね、ちょっとフラフラしてしまうところはまあ、織り込み済みというかですねあまり気にしなくてもいいかなというふうには感じますまあ、逃げた方がまあ最後まで粘り強さというのは使えるタイプだと思いますのでまあ、そういった競馬ができるぐらいの仕上がりというところには持ってきてるのかなという に感じました毎日杯を勝利して3戦3勝となっているピースオブエイトですけどもこの馬、まあ、1周前追い切りでも非常にいいスピード感というのを見せていて、まあ、強くは追ってないんですけどもスピードのね保ち方というところがよく見えました、まあ、最終追い切りも決して強く追ったわけではないんですが軽くサインを出しただけで促しただけですっと反応のあるところを見せていて。 まあ、毎日会の時もね、調教評価は A と高かったんですけども、まあ、同じような形で,です、ね、非常に調教評価としては、高い評価ができるだけの動きを、先週と今週、2週続けて見せているかなというふうに思います。まあ、強く追わずにこれだけ動けているというところでは、非常に高く評価しておきたいです。 青葉賞を勝利したプラダリアです。青葉賞の時もね、調教評価 A と非常に高く、それに応えるような形で4万人気だから1着というような競馬できたんですけども、一周前追い切りも今回非常にいい動きを見せていました。まあそういうところでね、最終追い切りは、まあ、軽めでえ調整程度で十分というふうに思っていた一周前追い切りの評価でしたので、 まあ、そういった形でですね、その期待通りの最小尾切れは軽めながらもしっかりと反応を見せるような良い動きをできていましたので、まあ、プラダリアとしては、まあ、青葉賞の時の同様に非常に高いレベルでの出走が期待できるんじゃないかなというふうに感じました。まあ、ダービーでは長距離評価良い,い馬多いんですけども、今回この馬を第3位に高めに評価しておきたいと思います。 NHK マイルカップを2着したマテンローオリオンです。まあもともとね、このダービーを目標にして NHK マイルアップカップの次はダービー使うという予定だったらしいんですけども、まあえっ、ー、と、レース間隔も短いこともありますので NHK マイルカップ以降は乗り込み量は豊富なんですけども強く追わずに、えー、どちらかというと、まあ、えー、そういったね、乗り込みの部分、量の部分でのカバーしているかなというような内容で、 ずっと先週まで追ってきてたんですけども、まあ、最初追い切りは、そんな中で後半きっちりと気合をつけて動かしてきて時計もしっかり出していますので、まあ、そういうことを考えるとね、レース間隔短いながらも、この後輸送を控えているというところも含めても、これだけきっちり後半終えるというのは、状態としては非常に良い,い状態で出走できるということが見込めるんじゃないかなというふうに思いますので、高く評価しておきたいと思います。 皐月賞ですね12着と大きく敗退してしまったんですけどもそれ以降も連日乗り込み量十分に豊富で、まあ、軽めながらもスピード感のある動きというのを1周前大喜利でも見せていましたので、まあ、えそちらにも書きましたが、まあ、前走の、ね、大敗というのを意識する必要はないぐらいの状態というのはキープできていると思います。 でまあ、最初、追い切りも後半に負荷かけて、えー、スッと伸びるだけの動きは見せていましたが、ただね、ちょっと追ってから伸びというところでは、まあ、理想を言えばもう少し、えー、と反応があってもいいのかなというふうに思うので、ちょっとね、印象としては少しモサモサした感じが残っていたなというふうに思いますから、 このまあ最終追い切りのまあ一追いでどれぐらい変化がね見てこれるかなというところでは、上昇度というところでは注目しておきたいかなというふうに思います。もう少し余力というか、伸びしろは残っているんじゃないかなというふうに思う最終追い切りでした。 青葉賞で2着したロードレゼルです。まあ最終追い切りとしてはかなり強めに負荷をかけるような内容でした。まあえっとね、戦争の若葉、青葉賞の時もですね、最終追い切りでは結構強めに負荷をかけて輸送前でもえしっかりとした負荷をね、そういった形をかけて構想していましたので、まあ今回もね、最終追い切り、 きっちりりと負荷かけていくような内容ではありましたただね、まあえー、もう少しちょっとね、警、え、戒、ー、さというのは出てきてもいいのかなというふうに感じていて、まあ、どちらかというと、青葉賞の時の方が、まあ、もう少しパワフルさがあったんじゃないかなというふうに 感じてるところがありましたのでまあョンの時はね A 評価したんですけども、まあ、その時に比べるとまあ他の馬たちも結構動いているというところもあるそのまあ横の比較も含めてちょっと評価としては今回は少し落とすような形になりましたただまあ状態としては決して前奏内容からそんなに悪くは感じませんので力は出せる状態だと思います ツイッターでは開催当日の馬場稽古トラックバイアスですとか重症のパドック診断もつぶやいておりますのでよかったらこちらツイッターもフォローしていただけたら嬉しいですまた LINE では重症の穴馬一線などを無料で配信しておりますのでこちらも説明欄に LINE の登録方法を記載しておりますからよかったらご登録ください最後までご視聴いただきありがとうございました